6.26 後楽園で GHC ヘビー級王者杉浦が世代交代を叫び続けてきた剣王を撃破し3度目の防衛に成功。そしておいおい、何お前の帰ってんだお前。おい、俺はお前を待ってたんだよ。世代交代、それ以上に俺は杉浦隆、お前に勝ちたい。強いお前からこのベルトを奪ってやりたい。いつでもいいよ、待ってたんだよ俺はお前を。よいつでもやってやるよ。おい、まだまだ若いやつに負けない。おじさんが簡単に負けたらな、世間の厳しさ、マットの厳しさ伝えられないからな。おい、まだまだ行くぞ。メインイベント、 GHC ヘビー級選手権、王者杉浦隆対挑戦者塩崎豪。杉浦選手とは6度目の GHC をかけてのタイトルマッチとなりますけれども、率直な今の気持ちいかがでしょう。そうですね、もう前哨戦からずっと自分の中でも何だろう、口に出してどうこういうよりも自分の中で自分自身の気持ちの中で高めていくっていうことに専念しまして、しっかりとね、今回の6度目の戦いは取らないと本当に先が見えないと思ってるので、自分の中で、はい、自分自身追い込んでしっかりと杉浦隆から取りたい、そのことだけを考えてきました。まあ、今回は前哨戦でも一切コメントを出さずに、それだけこの杉浦戦に集中してきたという印象を受けましたけれども、コメント出さなかった、ノーコメントだった理由というのは何でしょう。そうでも、さっきみたいに口に出すよりも自分自身の中で高めて溜めて溜めて、あのリング上でぶつけたいという気持ちでした。そして塩崎選手にとって杉浦選手は、まあ、初めて GHC を巻いたとき、そのベルトを取られた相手、それからノアを去るとき、そしてノアに戻ってきたときもベルトをかけて杉浦選手と戦いましたけれども、本当に特別な相手ですよね。そうですね、はい、自分の中で、うん、杉浦隆というレスラーの高みというものはものすごい高いところにあるので、うん、自分の中では負けたくない、ただそれだけですね、はい。まあ、そういった過去の激闘を踏まえてですね、今回いろいろ杉浦選手とは、手の知り尽くしてますけれども、特に気をつけるところというのはどういうところですか。それはやっぱり一発の重さっていうのがあるので、そこを耐えないと、超えていかないといけ勝てないと思ってます。はい。そして世代構想というこういう側面もあると思いますけれども、まあ、世代闘争、塩崎選手としては、まあ、年齢的にはかなり上の方ですので、まあ、後がないという気持ちもあると思いますけれども。そうですね、まあ、正直ぶっちゃけ世代闘争という枠組みに入ると自分も向こう側なのかなという気持ちはあるんですけど、まあ、ただ相手に杉浦隆がいるということで自分はこっちの新世代といいますか、その中に入りましたけど、ただやっぱり今の GHC チャンピオン杉浦隆というもの、人間には勝ちたいという一言だけですね、はい。で、試合に向けて最後に一言お願いします。そうですね、まあ、6度目の GHC タイトルマッチになりますけど、今までの対杉浦隆という戦いを全て超えた戦いをして、しっかりスリーカウントを奪いたいと思います。コンディションの方いかがでしょう。バッチリです。はい、はい。まあ、前哨戦ではだいぶ、激しくやり合ってました。こう胸もねちょっと下げてましたけど、下げてた、ね。うんうん、ダメージは、まあ、そのくらいやってもらわないと困るぐらいの気持ちなんで、うん、はい、はい。まあ、杉浦選手と塩崎選手といえば、まあ、杉浦選手にとってはこの GHC のベルトを初めて体感したのが塩崎選手との相手でした。それからこの最多防衛記録を止められたのも塩崎選手ということで、まあ、非常に特別な思いあると思いますけれども。そうだね、うん、彼は、まあ、取ったり取られたりを
4回ぐらい繰り返してるからね、うん、まあ、そういう意味では一番、まあ、思い入れがある挑戦者って言えばそうかもしれないですね、うん、はい、過去のこの G1 戦で、記憶に残っている試合というのは今あります？うん、まあ何度もやってるからね、うん、まあやっぱし初めて俺が巻いたのはやっぱ記憶にありますね、はい、うん、まあ、今回塩崎選手は、コメントを出さずにノーコメントを貫いてきましたけれども、これに関してはどういうふうに感じました？まあ彼なりのなんか思いがあるのかもしれないけど、うん、まあそこは分かんない、彼はどう考えてるか、うん、はい、そして杉浦選手は、まあ、今日のタイトルマッチ彼とだったら、いろんな団体に負けないぐらいの試合内容にしたいというふうに言ってましたけど、うん、やっぱしやってて響くものがあるのでね、お互い、うん、でやっぱし GHC かけた歴史も一番長い相手なんで、そうですね、そういう意味ではね、あの内容も負けたくないというのはありますね、はい、うん、まあ、杉浦対塩崎といえばノアのブランド対決の一つというふうに期待しているファンも多いと思いますけれども、どんな試合を見せてくれますか？うん、まあもちろん俺が勝つんだけど、しっかりと内容も残してね、その上でやっぱり杉浦が強かったっていう思いを、そう思ってもらえるような試合をね、したいね、はい、はい、では今日は世代闘争という意味合いもあると思います、最後に一言お願いします。まあおじさん頑張るから見といてよね、それだけ、うん、思えば2009年伊沢さんを亡くしたノアの若きエースとしてチャンピオンになった塩崎、その前に立ちはだかったのが後に GHC の防衛記録を作る杉浦でした。伊沢さん亡きノアを守ろうと命を削って戦ってきた両雄、あれから9年テーマ曲を戻し原点回帰のリング、もう一度止まってしまった王者の時間を動かすために塩崎号入場。力強さと危うさと共に背負いし戦い人塩崎、2016年にノアに戻ってからはもがきながら戦ってきた、悔しさをかみしめてきた、それでもノアを背負うという強靭な意志の力が GHC を呼び寄せるか。いざ行かん、エース復活へチャレンジャー塩崎号であります。塩崎からベルトを奪った杉浦は2011年に GHC ヘビーの最多防衛記録14を達成、しかしその記録を止めたのもまた塩崎でした。塩崎とはかつて魂のせめぎ合いをしてきた、力の続く限り全てをさらけ出し命のやり取りをしてきた、ノアのプロレスとは何か、その答えは今日のリングにあります。世代の全てを受け止め跳ね返さんとする48歳のチャンピオン、このリングで18年間生きてきた証として体に染み込んだノアの技と心、今宵それをあいつと見せる。待ってたぞ塩崎、ぶっ倒れるまで今日はしばき合おうや。チャンピオン杉浦隆です。それでは選手権試合に先立ちまして、ザ・リーグ佐藤和弘様より選手権試合宣言でございます。メインイベント GHC ヘビー級選手権、放送席この試合のゲストは試合を終えたばかりの丸藤直道選手です。丸藤さん、よろしくお願いします。お願いします。さて丸藤選手、はい、非常に丸藤選手にとっても、もう思い入れのある2人の GHC 戦ということになりますけれども、そうですね、まあでも過去の戦いとはまた違った意味のある一戦になると思うので、はい、さあということで丸藤選手の話を交えてメインイベントをお伝えしてまいります。チャンピオンの杉浦はこの GHC ヘビー級王座4度目の防衛戦になります。チャレンジャーはおよそ1年5ヶ月ぶりの GHC ヘビー級王座挑戦の塩崎です。
240カウント白崎ガー復権の時は来た。今度こそ時代をつかむかチャレンジャー白崎ゴー。赤コーナー GHC ヘビー級選手権者200カウント杉浦隆成。時代はここにあり、敗北を知らない絶対王者チャンピオン杉浦隆であります。GHC ヘビー級選手権チャンピオン杉浦4度目の防衛戦、チャレンジャーは塩崎豪であります。およそ1年5ヶ月ぶりの GHC ヘビー級王座挑戦です。さあ両者の表情、無心のようなこの表情に見えます。杉浦隆チャンピオン、セコンドには田中雅人がついています。さて佐久間さん、はい、杉浦対塩崎、うん、どうご覧になりますか。いやもうこれはねチャンピオンの側から示したじゃないですか、はい、やっぱり杉浦としては塩崎に対するこう思いというのもねあると思うんですよね。なのでもうお互いに杉浦のエルボー、杉浦のチョップ、本当に精魂尽きるまで打ち合うようなね戦いになるんじゃないかと思いますね。なるほど。さあ両者がコーナーに分かれて今決戦のゴングが打ち鳴らされました。 GHC ヘビー級選手権杉浦4度目の防衛戦です。この2人の GHC ヘビー級選手権としては実に6度目になります。まあ、丸藤選手、はい、これだけこの同じカードで GHC 戦が行われた2人というのも、はい、この2人だけですよね。そうですね、まあでもそういった意味でもねやっぱり決着っていうのはずっとついてない。うん、杉浦が、ね、例えば勝ち越していたとしても、はい、それはまだまだ決着にもなってないということだと思うんですよね。杉浦の中でもやっぱりそれは決まってないっていうのがよく分かってるからこその今回だと思います、はい、うん、おっとジャクシヘ、まずは挨拶代わりのチョップを浴びせていきました塩崎であります。両者の GHC ヘビー級選手権過去5回行われております。戦績は杉浦の3勝2敗。佐久間さん、特に2009年から2011年にかけて、はい、2人は武道館や有明コロシアムで死闘を展開してきましたね。そうですね、やっぱりこう GHC ヘビー級のベルトを巡る看板カードの一つであり続けているということですよね。おっと逆水平クリスト序盤から容赦なく逆水平、そして杉浦はエルボを返していきます。もう今日はこれがねお互いもう 何百発とね入るでしょうからね、はい、まだまだ序盤です、ね、うん、杉浦のエルボー塩崎のチョップ、この打撃戦が一つ佐久間さんポイントになりますね、はい、そうですね、この世代闘争という戦いが始まってから塩崎のチョップが勢いを増しているような印象があるんですよ ね、はい、ありますね。各会場で、まあ、その威力っていうのをねこう見てきてるんですよね。もう今日ももう今杉浦の胸板真っ赤ですからね、まだ始まったばかりですけど、これはこの先どうなっていくのかという、まあね、本当に読めないところがありますよね、まあ、前哨戦ではこの塩崎のチョップで杉浦の胸が裂けるというそういった場面もありました。塩崎は去年3月に中島和彦の持つ GHC ヘビー級王座に挑戦して敗れてからはチャンスをつかめませんでしたが、再び GHC の舞台に帰ってきました。丸石選手、最近の塩崎は丸石選手はどういうふうに見てますか。そうですね、やっぱり、いいものを持ってるっていうのはね昔から分かってるんで、まあ、最近というよりかこうあと一歩こう踏み出せない自分というのは多分彼自身ももどかしい中で、今回こうやって杉浦が指名したことによって一つね弾けることができたらいいんじゃないですかね、まあそれでもなおまだまだだと思いますけどね、はい、杉浦のビッグベス読んできた、オートラリアット、もう右ですね、うん、そうですね、もう早くから仕掛けていきますね、やっぱり塩崎は厳しい表情を崩しません。ちょっと不意に打たれるとねああいうものを聞きますよね、さらにね、たまらず杉浦が喉元を抑えて場外にエスケープしました。さあこれに対して塩崎はどう出るか、休む暇を与えません。
まあ、佐久間さん、塩崎はこの戦い世代構想という側面がありながらもやはりこの世代構想を超えて、はい、杉浦を倒して GAC のベルトを取りたいんだというね、うん、そういう気持ちを話してましたよね。まあそうでしょうね、やっぱりこうとにかく強いチャンピオンというね、はい、ところがありますからね。おっと何をするんだ、あっ障害フェンスに喉を叩きつけました。塩崎は珍しく非常な攻撃を見せます。そうですね、やっぱこういう厳しくいかないと勝てない相手ですからね、杉浦の場合には、まあ、仕掛けが早いというのもそういうことだと思うんですね。受けて杉浦のペースになってしまったらもうとてもじゃないですけど、はい、まあ、一気に押し切られてしまいますからね。あ、また行きますね。おっとまた場外フェンスに、杉浦を叩きつけた。これ、ね、普段杉浦あまりこういう動き攻撃を食らわないから、もしかしたらこう何受け慣れてない部分があるかもしれないですよね。どちらかというとやる、ね、やる方です。そうですね。なるほどね。うん、おっと来た。塩崎の動きが続いております。前の中で。はい。聞いてる聞いてる。因縁のある両者。杉浦は2009年に塩崎からベルトを奪い GAC ヘビー初体感最多防衛記録14を達成しましたが、2011年にこの塩崎が記録をストップさせました。さらに2人が初めて GAC ヘビーを取ったのも同じ2009年。そういった意味ではライバルと言える2人。まあ、この2人が丸井さん、はい、激闘を展開している2009年2011年、本当に三沢さんがを失ったノアがですね、はい、ちょっと危機を迎えている中、本当に体を張ってこの2人が一時代を築きましたよね。うん、そうですね、まあ、その中でもね、いろいろと島崎が一時いなくなって、そうですね、はい、まあ、その中で戻ってきてからのまた戦いという中で、多分ね、杉浦の中にもまだもしかしたら引っかかってるものがあるかもしれないですね。あ、そうですか、うん、はい、まあ、その2人のこの2009年から2011年の戦いの後、塩崎は一旦このノアを離れまして、そしてノアに戻ってきて初めてこの GAC ベルトに挑戦した時のチャンピオンもこの杉浦でした。何かと因縁のあるこの2人、さあロープを振っていった、おっとフライングショルダー、しかし撃墜しました。よく見てますよね。あー、顎でしょうか。相手も聞いてるぞ、相手も聞いてるぞ。口の当たりを抑えています。ちょっとすみません、迂闊でしたかね、はい、塩崎が。そうね、杉浦が、まあ、むしろよく反応したというところですかね、はい、塩崎としてはやっぱ一気に攻めたいところではあったので、攻撃の選択としてはいいと思うんですけど、なるほど、杉浦が今やっぱよく劣勢の中で跳ね返しましたよね、はい、今度は杉浦が攻めに転じろ、おっとかなり激しく場外フェンスにぶつかりました。塩崎を、杉浦が呼吸を整えてゆっくりとリング下に降りました。先ほどのお返しとばかりに場外戦を挑んでいく場外フェンスに送る、そしてビッグベース、力強いキックを浴びせました杉浦、チャンピオンです。チャンピオンの杉浦は3月に剣王からベルトを奪ってから、4月に小峠、5月に丸藤、さらに6月には剣王を返り討ちにしました。佐久間さん、この杉浦のここまでの防衛ロードというのはいかがでしょうか。もう圧巻ですよね、本当に。やはり2009年から11年にかけて長期政権を築いた時から年齢を重ねてるんですけど、年齢を重ねても衰えるどころかエネルギーが増しているような印象を受けるタイトルマッチの数々ですよね。まあ、5月にタイトルを争った丸藤選手から見て、この杉浦選手の状態というのはいかがでしょう。いや、常に本当にね、ベストコンディションですよ、まあ、それはね、体見ていいんだけど分かると思いますし、それからこの脳を背負っていくという覚悟がこの戦いやコメントからも感じますよね。そうですね、さあコメントといえば、塩崎は今回前哨戦で杉浦に対してはノーコメントを貫いてきました。自分の気持ちを高めるため、この試合に集中するためという、そういった意図があったようです。
まあ、佐藤さん、本当にこの自分でコメントを出さず集中するあたりですとか、どうにかしてこの杉浦を超えようというね、この塩崎の気持ちは感じますよね。そうです、まあ、本当にとにかくこの戦いっていうのは集中そうですけど、やっぱ塩崎としてやっぱ杉浦の存在はとにかく大きいと思うんですよね。この男との戦いっていうのは、まあ、自分の成長のバロメーターにもなっているところはあると思いますね。当然どこまで杉浦の、まあ、真っ向勝負で勝たなければしかも意味がないっていうところもありますよね。なので、まあ、杉浦の強いチャンピオンであるからこそ勝ちたい、余計にこう集中力を高めて臨みたいというところですよね。しかしながらこの杉浦の方も、この塩崎にだけはこのベルトを取られたくないというふうな話をしていました。杉浦がスリーパー気味のフェイスロックに行きます。さあ、お互いにこの今の自分を測るバロメーターとなる相手とも言えるわけであります。杉浦の勝負、両者の GHC ユニック選手権、過去5回杉浦の3勝2敗できています。さあ、セコンドには新世代正木谷や小峠清宮の姿が見えます。杉浦のセコンドには田中正人がついています。おっと、フェイスロック、これは三沢さんニーズルのフェイスロックか。かなりきつめにしますね。そうですね、ロープが近づいたところでね、しかも相手を逆方向を向かせるように仕掛けるっていうのも計算してますよね。杉浦の三沢さんまでのフェイスロック、10分が経過しております。かなりきつい、顔真っ赤になってますからね。まあ、首をねじるように決めていったフェイスロック、やり返せやり返せ。ちょっとチャレンジャー塩崎が受けに回っています。エルボー、このエルボーが危険です。塩崎この表情、ロープを掴んでいます。対角線、さあ、ビッグベース。しかし塩崎が追撃して逆転、走り込んでいく、キックをかわすフレンクショルダー。しかし杉浦がスケット起き上がる。塩崎がドロップキック、顔面入ったね。いいドロップキックですね。塩崎続けることができるか。勝てばおよそ2年ぶり4度目の GH ヘビー体感、塩崎杉浦の持つ最多体感記録に並ぶことになります。さあ、しかしそういった記録云々よりもとにかく杉浦に勝ちたい、その思い一つでしょう。塩崎ランニング逆水平、塩崎が吠える、マシンガンチェック開始。同じ技で返していく、同じように返していく、マシンガンエルボーだ。いや、これ返したいですね、塩崎。塩崎が意地で返していく。これぶっちゃけやる方も疲れますからね。もう意地ですよね。杉浦が、おっと、しかし塩崎がチョップで前に出る。あ、塩杉浦苦しそうだ、中押しになった、ランニングして倒した。走り込んでの逆水平、塩崎やはりポイントとなってくるこの2人の打撃戦。前哨戦でも凄まじい猛打戦が繰り広げられました。ちょっと血がにじみ始めてますね。あ、そうですね、杉浦の胸板真っ赤に腫れ上がっております。足を抱えたフィッシャーマンバスターを狙います塩崎ですが、こらえています、杉浦はこらえている。しかし強引にアゲットする、宙にもう杉浦の体は浮いています。それでもこらえている、踏ん張った、ゴムの体勢になった。あーっと、杉浦が前に
放り投げていきました。汗が滴り落ちます。杉浦隆チャンピオン4度目の防衛戦、走り込んで強烈なキックを見せていく。ランニングにランニングにアタック、鋭角に膝を顔面に突き刺しました。塩崎ちょっと朦朧としている、目が後ろになっている。杉浦がなおも攻勢、塩崎をコーナーに乗せました。なだれ式のブレインバスターを狙います。上での攻防は本当お互いにリスクありますからね。上がった、なだれ式ブレインバスター引っ込みましたね。いや素晴らしいバランスですね。杉浦隆相当チョップをここまで向けているんですが、涼しい顔で立ち上がってきました。両足を捉えて逆エビ固め、丸井選手、はい、ここに来ての逆エビ固めはどうでしょう。そうですね、この杉浦のこの力強さと体幹は多分普通の逆エビよりきついと思うんですよね。人によってその逆エビの、ね、力強さと全然違うと思うんで、そうなんです。杉浦さん相当きついと思うんですよね。バランスも非常にいいですよね。そうです、腰もしっかり落としてますしね。なんかやっぱり奥に逃げるたびに塩崎が力を使うと次への攻撃に向けてやっぱり有力を出してしまうという形になりますよね。これ杉浦の方はまだ余裕がありながら絞ってますけど、そうですね、塩崎かなり力を使うことになってますからね。これが王者の試合運び。ロープ目前でリング中央に杉浦が引きずり戻していった。やっぱり今のところなんかも塩崎はかなり力を使いながらロープ付近まで行って、塩崎が逃げてる間杉浦はそれほど力使ってないんですよね。戻す瞬間だけ力を使うっていう部分で、この攻防だけでも相当、まあ、スタミナの差っていうのが出てきますよね。しかし塩崎を意を決してまた腕を突っ張らせて、はい、進んでいく。じりじりっとロープに近寄っていく。逃げたいですね。しかし杉浦も力を込めている。あーっとオーバー歯を切りしまってロープを掴んだ。15分経過。60分一本勝負で行われております GH ヘビー級選手権、チャンピオン杉浦、チャレンジャー塩崎。塩崎はおよそ2年ぶりのこの GH 塩崎返り咲きを狙う。チャーシュを抱え込んでフィッシャーマンバスター、ちょっと垂直気味にいきました。そうですね、落とすスピードが速かったですよね。えぐい角度で落としていきました。頭を押さえています杉浦。世代交代以上に杉浦に勝ちたい、そう叫んだ塩崎。杉浦は GH 王者時代に出会った最大のライバル。塩崎がかつての輝きを取り戻すにはこの男に勝つしかないはずです。しかしまだ腰を押さえている。先ほどの逆襟固めボストンクラブのダメージがある。杉浦が先に仕掛けていく。おっと、大事大事、落ち着け。うまく体を反転させてロープに乗せました。ここからのやるか。おっと、キック、杉浦場外転落。かなり佐久間さん今飛びましたね塩崎が。そうですね、はい、ああいう跳躍力ヘビー級ですけど塩崎素晴らしいものがありますからね。塩崎のかつて箱根の若きエースと言われた男、今度こそ時代をつかむか。飛んでいったブランチャー、トップロープ越えのブランチャー。佐久間さん、今のも塩崎はかなりリスクありましたよね。思い切っていきましたね、ほら上がって。さあこれで丸井選手、はい、ダメージどうでしょうか。ゴブになりましたね。そうですね、ゴブっていいところでしょうね。となるとここからが真の勝負になってまいります。まあ、でも今こう攻めてるという意味では、まあ、塩崎の方が多少上かもしれないですけども、塩崎陽が思い切った技を先ほどから仕掛けております。ここ一番で出す塩崎のトップロープ越えのプランチャー。
エイエイナイナイ場外カウントが進んでおります。テンさあ世代競争のセリフも放っているこの一戦、それぞれ新世代上位世代のセコンドがついています。塩崎が立ち上がった。カウントが14まで進んでいる。おっと杉浦の手を掴んで杉浦をリングに入れた。リングで決着をつけようという塩崎号の意思表示であります。チャンピオンも苦しい。48歳杉浦隆、そして塩崎は36歳、一回り年齢は違います。しかしキャリアは4年しか違わない。さあここでパワーボム、おっとコーナーに投げつけた。今日は結構厳しい攻撃やっぱ見せてますよね。塩崎序盤の鉄柵攻撃からそうですけど、後頭部をコーナーに命中させました。おカダディアンバックブリーカーの体勢、お何をするんだ、ハイジャックバックブリーカー杉浦、おっと出していった。さあ変形の BT ボム、あー返した。結構新しい引き出しです。そうですね、いやー佐久間さん、はい、塩崎もいろいろ考えてきましたね。そうですね、やっぱこれだけ何度も対戦してきてるので、ある程度攻撃っていうのは杉浦も予測できるものがあると思うんですけど、今みたいにね普段見せない攻撃をするとやはりダメージになってきますよね。新兵器を見せた。20分が過ぎた。さあ剛腕が飛んでくるぞ、おっとエルボー、しかし逆水平、ひるまない、うわー張り手杉浦張り手、そしてあっと危ない、コーナーへジャーマン杉浦も危ない引き出しを上げていきます。いやー丸石選手、やはりこの2人の戦い、どうしてもこういう危険な展開になりますね。そうですね、で要所要所でやっぱこの意地の張り合いというかね、うん、さっきやられたらやり返すみたいな部分がねたくさんあるんで、うん、お互い多分やられる覚悟でやってるっていうところもあるでしょうね。いやなるほど、とにかくギリギリのところまで、ギリギリのゾーンまで入れなくてはこの相手は倒せないとお互いが思っているんでしょう。さあ杉浦人間サンドバック返した。これきついですよね、逃げ場がないですからね。これなんですね、コーナーに追い詰めてエルボー乱れ打ち、レフリーが制止していますが、よーすとこれは危ないぞ。塩崎はサンドバック状態、塩崎の目がうつろになっています。過去にもこういうシーン何度もありましたが、それにしてもこのエグいエルボーぐったりしている塩崎、そこへランニングに刺さりましたね。刺さりましたね、レフリーが塩崎の意識を確認している。容赦しない杉浦がハイクラッチのジャーマン、あっと脳天から突き刺さった塩崎、脳天打った、さらに膝、さあ杉浦チャンピオンの猛攻だ。肩を上げた佐久間さん、いかがでしょう。いやこれやっぱ杉浦ね、もう一気に勝負決めに来ますよね。ここからポイントになってくるのは、その勝負を決める技っていうのはお互いそれぞれあると思うんですけど、はい、それをしのいだ後ですよね。しのいだ後に次の攻撃があるのか、それとも逆に自分の流れに持っていけるのかという、やっぱり単発ではもう決まらないっていうのは今までの戦い見たら分かりますから、フィニッシュにつながるような大技が出た後の攻防っていうのはちょっと注目してみたいですよね。あっと後頭部を狙っている、も恐るべき技を繰り出していきます杉浦。人間の弱点であるこの後頭部、あるいは首筋のあたり、お杉浦が終わらせるという意思表示、終わらせるというアピールを見せました。あっと塩崎どうか、潜り込んだ、オリンピック予選、すごい角度、塩崎撃沈。さあどうだ、あーっと肩を上げた、
今のも決まってもおかしくないそうですね、かなり強烈でしたよね。すごい形で決まりましたオリンピック予選スラム。しかしもう杉浦これで一気に行きたいとこですよね。あ、なだれか、あっと必勝パターン、なだれ式のオリンピック予選スラムを狙います。塩崎大ピンチ、崖っぷちに立たされた。これは食らいたくないですよね。トップロープに上がってしまったチャンピオン。さあ決まれば必殺、どうだ、塩崎がこらえている。踏ん張れるか、おっとトップロープ上の攻防です。塩崎が、おっとこれはなんだ、おっと流れ式にミッドブレイク。佐川さんリミットブレイクですね。そうですね、あの不安定なところで仕掛ける自分もかなりねリスクあると思いますけど、よく行きましたね丸石選手。今でもこれ、塩崎はナダル式でリミットブレイク初めてですよね。そうですね、この大事な場面で初めての技、ナダル式リミットブレイクを成功させた。相当な高さあったと思います今、一気に跳ね返しましたよね。戦況を戻してきましたね。塩崎も25分経過、引き出しを上げてくる。25分経過、走っていく、やった、さあゴーは決まった。一気に行く塩崎、持ち上げてゴーフラッシャー、ゴーフラッシャーが火を吹いた。どうだ、返した。今の決まりもすごい良かったですけどね。塩崎チャンスだ、もう頼れるのは己の右腕、剛腕を突き上げる。さあいけるか、塩崎がショートレンジから、あっとエルボー、あのちょっと力が入ってないかな。塩崎が水平、さすがにチャンピオン杉浦疲れている。あっと杉浦が崩れ落ちた。そのチャンピオンを引きずり起こして逆水平、魂の逆水平。塩崎がサポーターを、サポーターを取った。これまでたくさんの勝利を、たくさんの栄光を支えてきた剛腕、剛腕やった。さあ完璧だ、いったか、返した、肩を上げた杉浦、よく返しましたね。塩崎はやっぱりこの後ですよね、この後に何か次の技を持っているのか、それとも右腕で、ね、勝負するのか。さあ塩崎いけるか。塩崎が初めて GH を取ってベルトを失ったとき、2012年にノアを去ったとき、そして2016年ノアに帰って再びベルトを取ったとき、塩崎のキャリアの節目にはいつもこの杉浦がいた。さあその宿敵を超えるのは塩崎の宿命。なんとムーンサルトが意を決してトップロープ、塩崎距離があるが、いったか、いったか、ムーンサルトプレス失敗に終わりました。塩崎しかも高さがあっただけに、ね、余計ダメージありますよね、うん、これだけの体を持ちながら無重力に宙を舞っていた塩崎を、しかし膝を出して撃墜したチャンピオンの杉浦も苦しそうだ。自分の膝もちょっときついですよね杉浦。そうですね、今丸石選手がおっしゃるようにかなり距離もありました、そして高さもありましたので、お互いにダメージあるでしょう。それでも挑戦者塩崎の今度こそ時代をつかむ、36歳食らいついていく、そして迎え撃つ48歳チャンピオン杉浦だ。いやここに来て佐久間さん打撃戦、そうですね、これはお互いに負けたくない戦いになってきますね。うわ、汗の飛び方ね、はい、もう2人とも上半身全身で汗が光っている、濃いという塩崎。
塩崎も逆水平、杉浦のエルボー、塩崎のチョップ、このエルボーとチョップにお互いが気持ちを乗せて、さあ相手に叩き込め、バルイス選手この時間帯でこれですからね、この2人凄まじいですね。まもなく30分が経過しようというこの GHC 戦、凄まじい戦いになってきた。さあトミックです、そして逆水平、ここに来てまだ走りますからね、本当ですね、中身の濃い両者の6度目の GHC 戦、塩崎が逆水平、しかし杉浦のエルボー、お互い全くかわさない、全てを受け止めてその上で勝つというお互いの意思表示だ。なんとすごい音がした、倒れない杉浦、さすがに死後死になった、よし杉浦のエルボーもまだ威力がある、いやまさにぶっ倒れるまでこの2人やる気であります。うわすごいですね、鈍い音が、骨と骨みたいな感じですからね、塩崎も快音を響かせる、本当はバキラタッチャラ、しかし塩崎起き上がる、立ち上がった、ジャンプ返す、同じ技で返した、30分経過、 GHC B 級選手権杉浦対塩崎、6度目の GHC、 30分が過ぎた、今の角度危ない、今のかなり強烈でしたよね。さあこの GHC を取るため、全てはこのために塩崎豪が命を懸けて杉浦に相対している、マルシェと塩崎のジャーマンですね、この一つ前のね、高さがあったんでね、さらに角度があったでしょ、危ないね今の、しかしそれでも杉浦目が死んでいない、二人が膝立ちの状態でまたこっからやり合うんだね、タフですねお互いに、俺30分経過してなおですからね、そうですね、60分の一本勝負、30分が過ぎた、しかし二人の投手は全く衰えていない、序盤からかなり激しくやり合ってましたよね、場外も含めて、ヘッドバット、そこからですからね、杉浦のヘッドバット、しかしまた塩崎は立ち上がる、ヘッドバットで返す、張り手、杉浦張り手、塩崎倒れない、ヘッドバット、倒れた、チャンピオン倒れた、これも普段見せない攻撃ですよね、ちょっとわからなくなってきた、佐久間さん、もうヘッドバット、もうなりふり構わないこの塩崎の執念ですね、まあ、いやもう本当に序盤から見せている攻撃っていうのが、もう本当にリミットが外れたような攻撃を繰り返してますよね、さあそれでも自分を信じた、おっとラックルだ、左のナックル、もう躊躇しないですね、いやそうですね、かなり効いたんじゃないですかね、杉浦がここ一番で出すこのラフサッポー、ああさすがに効いた塩崎号、さあチャンピオンが立ちはだかる、しかし塩崎もまだ攻撃の手を緩めない、ドアラリアット唐突に放っていった、あっともう一発、杉浦耐えてますね、ラリアットを耐えている、ラリアットを耐えている、信じられない、6、あーっと左、杉浦左のラリアット、そして左に至近距離から杉浦にリフト、どうだ、あー肩上げた、
さんどうでしょう。もうあれ返すのはもうダグですよ。気持ちです。塩崎君はまさに気持ちいい。本能で肩を上げた。もう一発いきますよ。先ほどは未遂に終わった。なだれ式オリンピック予選スラムを狙う塩崎君。返す力は残っていないか。チャンピオンがさあ素早く仕掛けていく。なだれ式オリンピック予選スラム。リングの弾み方がすごかったですね。板が外れたんじゃないかと思うね。さあどうだ。正解いった。30分を超える人、杉浦隆、4度目の防衛に成功。しかし2人のこの状況、この状態が人を物語っております。いやー、佐久間さん、はい、もう本当にね、言葉がもういらない、ね、そういう戦いでしたね。いやー、そうですね、もう本当に、まあ、序盤からすごかったですけど、最後の2人の打ち合い、もうやこれは本当に2人だからこその戦いですよね。まあ、丸石選手、はい、まあ、この2人の戦いのことですから、まあそね、これエスカレートするとは予想できたとはいえ、やはりその上を行ったような感じでしたね。そうですね、まあ、本当に肉体のぶつかり合いという感じの試合でしたけども、はい、うん、最後まで立っていたのは杉浦隆史でした。34分22秒、なだれ式オリンピック予選スラムで杉浦隆史が防衛を果たしました。丸井選手、やはりこれがノアのプロレスだということを改めて、ね、教えられたような気がしましたね。そうですね。さあ、敗れた塩崎号、まだ立ち上がれない。全てを出し尽くしました。全てを出し尽くしてまた杉浦隆に敗れました。いや、杉浦もね、立ってるのきついと思うよ。ああ、なるほど、うん、本当はね、マイクを取りました杉浦。おい塩崎、俺がな、このベルト持ってるうちはな、絶対お前の前ずっと立ってやるからよ、いつでも来いよ。ずっとお前の前立ってやるからよ、いつでも来い。持ってる限りはよ。とここで正木タミヤがリングに上がりました。待ってたぞ。塩崎号が今やられて、俺自身もタッグのベルトを丸藤斎藤に取られて、それでもな下を向くわけにはいかねえんだよ。後ろに下がるわけにはいけねえんだよ。杉浦隆、挑戦表明だ。 GSC のヘビーのベルトをかけて俺と戦えばな、やろう。君誰だ。ずいぶんさっぱりしたな。おいおい、おじさんは強いぞ。おいおい、いつでもやってやるよ。いつでもお前の気持ち受け止めてやるよ。おい、来いよ、いつでもやってやるよ。さあ、次の挑戦者、新世代の正木タミヤが名乗りを上げました。いや、佐久間さん、次々と挑戦者が杉浦の前に現れてますね。そうですね、ありがとう。いや、嬉しいよ、ありがとう。初めての川崎でのこのタイトルマッチで、みんな集まってくれて、みんなの前でタイトルマッチできて嬉しいよ、ありがとう。
またここでもいいし、またどこかの会場でみんなと、今日来たみんなと会えれば俺は嬉しい。ありがとう今日は。らしくないこと最後に言っていいか。涼しくなってさ、夏が残り少ないけど夏を満喫してね。あと今日ありがとう。三浦隆が今改めて勝ち名乗りを受けました。さて佐久間さん、はい、三浦時代はまだ続きますね。いや、そうですね、まあ、この内容を見せられたらやはり杉浦揺るがずという印象ですし、ただね、そこに対して、まあ、すぐ北見は挑戦表明しましたけど、はい、それだけ首の取り替えのあるチャンピオンだということですよね。今はもう丸内選手横にいますけど、戦いたいという思いがね、当然強くなってるんじゃないかというふうに思います。今同じコーナーに立ってますけど、みんなに目標とされる選手ですよね。丸井選手は、はい、今日の杉浦の戦いぶりご覧になってどう感じましたか？いや、本当にここ最近のタイトルマッチはすごい充実していると思うし、やっぱね、発言にも説得力と責任感というのがすごく見えるんでね、ジェラシー感じるぐらいですよ本当に、ね、うん、はい、杉浦が今放送席の前、丸井選手を一列いたしまして引き上げていきます。杉浦対塩崎の GHC ヘビー級選手権の成績はこれで杉浦の4勝2敗となりました。リング上で言った通りだ。誰もが認める GHC ヘビー級の最強のチャンピオン。いや、俺は認めてねえ。あんなやつがチャンピオンだって認めてねえから挑戦表明したんだよ。だがさすがはチャンピオンだ。持たざる、何も持たざる俺に一つ二つ返事で挑戦自宅してくれた。そこだけは勝算に値するね。いつになるかわからない。だけどタイトルマッチもう決まったも同然だ。タイトルマッチが来るその日まで徹底的にやってやるよ。よく見とけてめえら。北宮選手が名乗りを上げましたね。最近の北宮選手の印象というのは、最近の印象なんかわかんないけどさ、出てきた時にさ、っていうのもちょっとあったし、そんな大声援で待ってましたっていうことでもなかったろう。それが、まあ、あいつが今まで築き上げてきた結果でしょう、ね、うん、悔しいんだったら俺とこれかけてやって、そういう見方を覆せばいいし、だから俺を利用すればいいんだよ。俺美味しいんだから。プロレス界に響くような試合をしたいとおっしゃってました。それができたという気持ち。いや、それは見た人の判断だし、やっぱり自分をやってみて終わってみたらもっとできたかもしれないと思うから、それは何とも言えない、うん、ただやっぱりこんな会社もこんな状況だから、やっぱり試合のいい試合を見せて、あそこの試合すごいっていう、そういう目で振り向かせないといけないからね、うん、まだじゃあチャンピオンとしてやることはいっぱいあると、うん、まあそうだね、チャンピオンだから。